やっほー、今日は秋のトップスの紹介をしていきたいと思います。シンプルなものねばっかなので、いろんなものに合わせやすいかなと思って、とりあえず紹介していきます。まず一番最初に、じゃーん、このトップスです。こうなんていうの、ふわふわシフォンな感じに、ここ前がね、あのコルセットみたいに絞れるので、ウエストがキュッてなって、上が結構モハモハっとしてて、なんかこうフェミニン感なんかすごいね、可愛らしく綺麗な感じで着れるかなと思ってこれを選びました。で、下にこうレザー感のあるレギンスっていうか、こう黒いパンツとか着ると甘辛感があるような感じで決まるかなと思って、まあ、全然デニムでも可愛いかなと思ってこれを選びました。で、後ろはねゴムみたいな感じになってるので、結構後ろから見てもウエストキュッとして可愛いと思います。とりあえずこれと、そして次にこのオフショル、これがねまたすごい可愛かったので、色違いで3色ゲットしました。で、前がねこういう生地がすごい好きなんだけど、このゴム感っていうの、この生地すごい可愛いです。で、まあスカートでも合わせてもいいし、デニムでも合わせていいし、白とかだとね赤リップつけて決めても絶対可愛いなと思って、このまたなんていうの、このシフォン感、なんかやっぱこうちょっと肌寒いぐらいの時期ってこういうのがちょっと雨の中でツボらしくてもうこれもすごい可愛いです。ほんと何にでも合わせられる。で、オフショルだったりするので、こう下はチューブトップ着て合わせるとすごい楽ちんに着れるなと思います。で、その色違いがこのマスタードの色味、まぁ、ちょっと秋を感じられる色と、あとこのブラックです。ブラックだと結構セクシーな感じに決まるので、すごいねブラックブラックで合わせてあげてもすごい可愛いだろうし、あと下にねこうスカート履いても可愛いだろうし、まあ何でも基本合わせられるよね。こういうのとかも結構明るめのデニムでも合うと思う。で、こういう色味ね、ほんと秋感だし、そうなので、すごいこの子たちはちょっと前から目をつけてて、やっと手に入れたんだけど、すごい可愛いなと思います。いろんなとこでこういう形出てるとも思うので、よかったらみんなもチェックしてみてくださいそしてあと、まあキャミソールにはなっちゃうんだけど、ハニー、こういうなんていうの、シンプルな感じがすごい可愛くて、で、これに、まあ、下ね、迷彩のパンツとか履いて、上ジャケット着てもいいかな。こういう感じでね、決めても結構可愛いかなと思って、こういう感じとか、まあ、あとは、がっつりこう、下にね、レザーのスカート、今見してるように、こんな感じで着て、かっこいい、ちょっと昔感、ちょっとロック感、ちょっと怖い感を出してあげても、可愛いかなと思って、なんかこういろんなシチュエーションで着れるキャミ、デニムに合わせても全然可愛いし、まあこの上にねレザー着ても可愛いだろうし、なんかこういうキャミが欲しかったので、とりあえずこれも買いました。で、最後にチャラン、この今着てるやつ、これ本当はオフショルになるタイプなので、ここにゴムがついています。そう、でもまあこれブラをしたいので、網的にね、なので今は普通に着ちゃってるんだけど、こう結べる感じになってます。これもねすごい可愛いです。楽に着れる、やっぱ楽に着れるお洋服がすごいいいので、今回今紹介したもの全部楽に着れる。色感はちょっと夏感入っちゃってるけど、でもねこのお花の色とかアウトラインがねこうパープルな感じだったりするので、ちょっと落ち着いた感じで、まあ上にレザー羽織ってもいいし、なんかジャケット羽織ってもいいし、デニムでもいいし、下なんかこう白いパンツ着てもかっこよかったりするかなとも思ったりして、で、また雨のこのいつも好きなサングラス、こういう感じで行っても
いいんじゃないかなと思ってとりあえず今回はすごいシンプルなお洋服たちばっかりだったんだけど、みんなにね参考になればいいなと思って紹介しています。でこういうシンプルなトップスあるだけで、まあ、いろいろなボトムスで合わせたりできるので着回しできるかなと思って、はい、まあね買えるサイトだったりリンクだったりは下に書いておくので興味がある人はぜひぜひチェックしてみてくださいって感じで、今日も見てくれてありがとう、参考になったよっていう人はいいねとチャンネル登録ぜひ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 お願いします。インスタグラムのフォローもお願いします。こういうのね着た感じで写真撮ったり載せたりコーディネートしたいなとも思ってるのでぜひフォローをお願いします。って感じで今日も見てくれてありがとう。次のビデオもお楽しみに。じゃあねー。